ランジャタイによると1周年やった、やりましたね、すごい、あっという間でしたね、あっという間の1年間、はい、どうしました、国崎さん今日は小谷さんいないんですか私立博物館でお別れ、あ、そうなんですか、君のいろいろなのを凝縮した人間君、君代表、君そのもの一回小谷さん置いていただいてそうですね、ね、うん、まあ、だからこのランジャタイによると1周年を国崎さんのふるさと氷見で迎えられたということですよ。あ、ね、まあ、このコーナーを支えてくださっている視聴者の皆さんに、はい、今日はちょっと感謝の気持ちを込めまして、うん、プレゼントボックスを、うん、作りたいと思ってるんですよ。バニラ街に買い物するってこと。そうです、そうです、なるほどなるほど。氷見の特産品が一堂に集まっている場所なんですよ、バニラ街。国崎さんのふるさとである氷見の海産物とかもありますから、そういうものを選びましょうよ。どんなものを詰め込んだら視聴者の方が喜んでくださるかと、なるほど、想像しながら、うん、はい、選んでいこうと思います。はい、はい、どうですか柴田さん、え、最近はいいことありました。でも最近ですか、うん、いやいや、そうですね、まあ、普通に暮らしております。1周年でね、1周年でね、私の近況を話すつもりはございません。柴田さん、ご苦労さん。お、こんにちは。お久しぶりございます。お元気ですか。元気です。今日のランジャタイのお二人と、あ、どうも、あ、どうも、ロケで伺っておりまして、よく見ております。本当ですか。嬉しいな。ごめんなさい、どちらの。ラーメン行くぞです。ラーメン行くぞさん。行くぞです。あのラーメン屋さん、あの美味しいラーメン屋さんの。あ、柴田さんよく来てて。あ、そうなんですね。嬉しい。そうそうそう。馴染みの。あ、馴染みの。常連さん。はい、そうです。常連さん。そう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 。よく行ってんですか。そうですね。はい。怪しいな。いやいやいや。怪しいぞ。全然怪しくないぞ。え？全然怪しくないぞ。行ってんですか柴田さん。ご主人がそうですよ。ありがとうございます。めちゃくちゃ。寄ってください。また寄ってます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。すいません。休日だから。ああ、そうか、そうですよね。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。仕込みでもない。すっときます。やっぱり、PR 上手なんですかね、氷見の方は。いや、そうっすね。そうですね。こっから来ます？こうやって。ラーメン行くぞです。こっから？ご苦労さん、ラーメン行くぞです。ラーメン行くぞさん。行くぞです。コミュニケーション力が高い方が、ね、多いということで、ちょっともう、制限時間が、制限時間があるんだ、はい、30分始まってますね、27分、あなたの常連のラーメン行くぞ、なんで私のせいなんですか、行きましょう、行きましょう、さあ、じゃあお二人、はい、でかい、ブリを模してるね、ねえ、で、番屋街のお土産をね、じゃあ、お土産をね、選びましょう、じゃあ、見ますか、選びましょうか、選びましょう、今回予算、1万円です。1万円1万円以内で、なるほど、ボックスを作りたいと思います。マスの寿司だま、だま、こんにちは、こんにちは、あ、くにちゃん、テレビと顔寿司、あ、もう一度、伊藤さんと合わせた番組でやっちゃったの、番組で、そう、お知り合いですか、いや、知らない、すごい友達っぽく喋ってたけど、くにちゃんね、昔からの友達なのかな、今、今、いろんなもあるんですね。海産物ですね。何かおすすめあれば、なんか1個買いたいですね。確かに。うちはおすすめカマスです。カマス。はい。いっちゃいますカマス。安いで。100円。自家製なんで、よかった。これ決定でいいですか？カマス。では500円換算して。カマスまずじゃあ。カマスね。残り2500円とかですね。そういうことです。カマス。ありがとうございます。イミブリはやっぱ。外せないんじゃない？外せないんじゃない？確かに。美味しいですか？あ、焼きほぐしだって。焼きほぐしはそうだな。いいんじゃない？どれか。試食してみてください。試食もできるんです。試食できますか？じゃあよろしいですか？はい、すごっ。うわ、すごっ。うまい。お茶漬けでもいいですね。お茶漬けでもいいですし、パスタでもいいですし。パスタでもいいわ。うん。うま。美味しいでしょ。え、これがいい。うん。レモンの、待って待って、あと20分しかない、どうします、じゃあこれも1個、どれ行きましょうか、どれにします、どれにします、国崎さん、どれに、自分干し、ちょっと流れとしてこっちでしょうよ、レモンのやつします、レモンにしましょう、じゃあレモンにしましょう、はい、じゃあこちら2つ目、734円、はい、いいですね、行き
きますか。行きましょう。お邪魔しました。ありがとうございます。ソフトクリーム食えとかあったな。ああ、なるほど。あとね、あれ行こうか、一回ソフトクリームを入れる。ソフトクリーム一回作戦練りましょう。あ、それ食って、それ食って、え、それ残り今20分ですけれども。いや、大丈夫です。その20分の中でちょっと作戦練って、作戦会議、どれを送りたいかみたいな、自分たちなら。ホタルイカとか、やっぱりホタルイカいいね。あ、クリネさん、はい、いました。ありがとうございます。あの今、うん、スタッフから言われたんですけど、はい、このソフトクリームのお金、うん、視聴者プレゼントから引かれるらしいですよ、これ。ちょ、何やってるんですか。食べづらいじゃないですか。まあ、でもやっぱり水戸さん、不思議なもので1年も経つと慣れますね、国崎さんのこういう気候は。確かに、なんか落ち着くでしょ。そうですね、なんか最初やっぱり衝撃で、なんか隠して食べる姿が本当に私ちょっと生理的に無理だったんですよ。大丈夫ですか。でも慣れました、やっぱり。あ、もうこれでもいける。相当ですよ、これでいけるなら。ちょっと、そうですね、ちょっやっぱちょっとまだもうちょっと必要ですね、訓練が。伊藤さんはやっぱり全然。僕はもう全然、まあなんか愛おしいような感じですね。愛おしい、愛おしい。これが、これが、この感じが。あ、でもやっぱりな、慣れちゃう。目を見てあげてくださいね。あ、怖い。あと10分ですよ。あと10分。かき氷やばいな。きますね、僕だけでも。いきますよ。いただきます。あ、いや、あ、いってらっしゃい。いってらっしゃい。大丈夫ですかね、チョイス。まあでも、やるときはやる男ですから。確かに。やってくれるはず。信じましょうか。ね。うん。焼きチンギ、ヒシャモ焼き、これ食べてもいいですか。はい、どうぞ。これうまそうですよ。うん、柔らかいでしょ。柔らかい。私たちはゆっくりね。うん。でも意外にプレゼント決めるときって一人の方が、ま、迷わず、こう、確かにね、相談せずに買えるんで。やっぱヒミのこと一番知ってますからね。はい、うん。あ、え、ちょっと待ってください。もう帰るわ。え？まだ一緒するわ。あ、何ですか、帰る？いや、まだ。いや、もう帰りますよ。うん、今日、今、これ終わったら。これね。食べてばっかりないで。はいはいはい。今、ロケは。県民の人は今、どっか消えちゃいましたね。消えた。こういう芋けんぴなんか俺大好物ですから。どうですかね、レモンと包丁とあるんですけど、で両方同時に食べてもらうとレモンティーなんですよ。レモンティーやでしょ。レモンティーやでしょ。ほんとっすね、はい、おもろ。食べながら食べながらロケですよ。いいね、俺混ぜてほしいね。なんか、ね、おすすめのなんかあります？宇宙ラーメン、そのプレゼントできる、持って帰れるもの。持って帰れるものはないから。お父さん、距離近いですね、だいぶ。ダメ。いや、いいんですけど、ちょっとなかなかそのあんまりこの距離感で喋ったことない。グッと入ってきますね。会えないからね。ギリギリのとこまで行きますね。もう大丈夫ですよ。白エビのお世話。あ、白エビだ。買った、お土産で買ったことあるな。もう一回ちょっと。ご飯あればいいでしょ。間違い、ご飯あれば。今度行きます。あ、ご主人、またありがとうございました。近かったですね。だいぶ近かったです。どうですか、ヒミ。ヒミ、すごいですね、やっぱり、ね。現役みたいな人ばかりですね、なんか濃縮された。ね、はいはい。大丈夫ですかね、クリスさん。あと、あと4分です。あと4分お母さん、ちょっと、一回考えます。はい。はい、あれ、ヒミさん、何をしてるんですか。あと4分ですか。水崎さん、はい、どうですか。順調に、いや、順調に。何してたんですか、今言った。
いや、いろいろあの食べました。食べた？何種類決まってる？ゼロです。ゼロ！視聴者プレゼント選ばないと。やばいやばい。そうかじゃなくて、ね、一気に買っちゃいましょう。やばいよ、だってあもうじゃあそれぞれ持ってきません？なるほど、これっていうもの。はい。あ、でもこのイワシ、これ氷見のイワシですか？なんかこういうものも嬉しいですよね。これいいんじゃない？海らしくて。私これにします。ぬかいわしアンチョビ、ね、大きい方、1660円。このね、A 先生も B 先生もね、多分気になるんですか。マグカップね、モグロ福蔵マグカップ。キリン、これおもろいのか。キリン1200円です。キリンじゃん、合うと。これにしてこれ5000円予算オーバーですよ、ダメですよ。え、これとこれじゃないですよ。そしたら国崎さんの分だけでもう7000円いっちゃうでしょ、ほぼ。どういう計算してるんですか。はい、これはちょっとごめんなさいですね。わかりました、はい、これ、俺もいっぱい買ったんだけど、ちょっとすごっ。あ、ちょっと仕上げていきましょう。はい、15,770円ですね。なんかオーバーしてますね。ちょっとおかしいな。2万円じゃないですか。2万円や。2万円だ。倍じゃないですか。どんな感覚して選んでるんですか。ちょっと、どうします。なるほど、これ何かを諦めるか。じゃんけん、じゃんけん。なんでその闘技じゃんけんに私巻き込まなきゃいけないんですか。じゃんけんだ。じゃんけん。じゃあそれ負けた人がその分補填して、今選んだものは全部プレゼントっていう。もちろんです。一回勝負ですよ。あ、やだ、本当だ。売れてる。え、テール、私テール入れてる。売れてる。売れてる。売れてる。一等入魂。笑ってますよ、ほら。一等、うん。そうです。めちゃくちゃ。あ、コウ君とのロケは楽しそうだな。僕たちには見せたことないよ。こっちの方が楽しそうじゃないですか。楽しいですもん。え？じゃあちょっとじゃんけんしますよ。行きましょう。ここで。わあ、絶対もう開けなくていいですから、モニターの前。いや、開けないと。いや、開けないと思う。いやいやいや。あ、行きましょう。じゃあ最初はグー。じゃんけんぽん。何か、うるさかったから。どう。いや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 、私はカップ麺食べたいの。巻き込まないでくださいよ。あの、服部くん投げなくていいんですよ。いやいや、いいんですよ。プロゴルファー猿と対決しなくていいんですよ。はい、ということでご応募お待ちしています。はい、忘れないでください。うち1万円は僕のお金だということを。視聴者のその人は、あなたは忘れない。ガチで、ガチだから。ガチの1万円だ。マネージャーさん、事務所にお金借りてください。応募に必要なキーワードはこちら、ハッシュタグ激チカです。